皆さんラジ歴を聞いていただきありがとうございますこの番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンとこの熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相図地収録編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします変化の激しいニュースが溢れる今の時代に知ってほしいそんな思わずシェアしたくなる ラジ歴をどうぞお楽しみください。ということで回目を迎えたラジ歴です、えーまあ、前回はねあの安倍の中丸さんについて語っていくということですけれども、まあ、そこで最後組織、はい、の方から海外展開をしたいと、うん、まあこういった話題が出てきましたけれども <laughs> 実はラジ歴にね結構海外からの主張もね <laughs> あってあのー、ざっと調べると本当にあにボリビアとかからも。はい アクセスがあったりとかですね。はい、うん。なんかもう本当にいろんな国からのアクセスがあるんですけれども、あ,ねはい、あの、ね、たまにその海外の方、日本を勉強してる方からメッセージもらったりとかして、勉強になりますみたいなね。うん、まあそんなこと言ってもらえてるわけですが、うしいですね。まあやはり一つ原点回帰ということで、501回目を迎えたっていうこともあってですね。うんはい あのー、やっぱり僕が歴史を好きになった最初の原点の一つというのは織田信長っていう人がかっこいいっていうことともう一つが横山てる先生の三、うん「三国志これを読んで「三国志の世界がすごい好きになって、うん、まあその後いろんな「三国志の本やゲームとかねそういったコンテンツを含めて楽しんできた。うん でラジ歴ってそもそも何の番組かっていうことをね、はい、思い出してみると、うん、何の番組だっけラジ歴ってそう歴史をネタにするんだけど、うん、これ歴史の話が僕らはね別にしたいわけじゃなくてあくまでも社会文化雑学として、うん、まあ歴史ってつまんなくないんだよ面白いもんなんだよっていうことを紹介していく、まあうん、こんな思いで始めた番組じゃない。そうです 僕らのライバルはあくまでもアカシアさんまさんであって。<laughs> わかりやすい。そう。アカシアさんまさんがライバルであって、うん、その歴史学者さんがライバルではないわけです。そういった、ね、歴史が好きな人は、僕も好きだから、うんうん、歴史作家さんとか、まあ、歴史作家さんがライバルというのも中でもちょっと違うかな。やっぱりそこにもう、それを面白いと思っている人は、 まあそれをどんどん楽しんでもらえればいいんだけれどもうん、うん、僕らはもうちょっと、なんだろう、こう、どうやったら楽しんだらいいのというか歴史なんて嫌いだよっていう人に好きになってもらいたい。まあ、ピーマンが嫌いな幼稚園児がピーマン食べれるようにするようなえ料理人なわけです、我々。なるほど。ちょっと無味乾燥な歴史の用語が入ってくるのも、なんかそこに人気を感じられるような。感じられる。そこの通った、うん。ぬくもりぬくもり 僕らが大切にしてるのは、ぬくもり。なんで、このね、ちょっとした、こう、ねっとりした、このぬくもりをどういうふうに皆さんに伝えていくのかっていうことね。そう。これを大切にしてるわけなんですが、今回は、三国志の魅力について語っていきたいと思っています。三国志ですか。三国志です。うん。三国志っていうのは、まあ、中国、義、五色の三つに分かれたこの国から、いろんな人たちが出てきて、 覇権を争っていくっていうのが、長い長い大河ドラマになっていくのが三国志なわけです。はい、これが中国の歴史上、まあ今、キングダムとかね、漫画で流行ってますけれども、うん、キングダム、真の始皇帝が統一していく時っていうのは、うんまあ真が一強で、その周りにたくさんいろんな国々があって、はい、これもね、いろんな人たちが出てきて、すごく人気のある、うんえー、時代なんだけれども、まだ中国がどんな形になるのかっていうことを、そもそも、うん、 定義をどうするのかということで思想面でもいろんな争いがあったわけです。儒<ー>教がそこも固まってなかった時代なんですね。そうそう,そうそうそう。儒、うん、教があったり、方、えー、学があったり、いろんな思想が出てきたっていう。はい、まあこういった背景でもあるんだけど、うん、この三国時代っていうのは、漢という国。僕らも今、漢字、うん、漢民族っていうような、うん、漢っていう言葉で中国のいろんな文化を表すように、すで、はい、に統合されて一つになった中国というもの。 これが初めて分裂をしてしまうっていうのがだからある程度の価値観がいって一体化しつつもそこからどう新しい時代を生み出していくのか変わっていくのかで、うん、北側黄河流域が発展していたところから南側楊洲港付近も徐々に力をつけてくる。あ<ー>まあこうい た経済的なバックグラウンドの盛り上がりの背景。そしていろんな人たちの思惑。うん、で何よりも期間がちょうどね、一世代、二世代分ぐらいの大河ドラマだっていうのが、まあ、ある種、長すぎず、コンパクトになりすぎず。<ー>戦国時代の歴史を全部ね、日本の戦国時代の歴史でもやっても三世代分ぐらいあるわけですよ。はい、そうすると、ちょっともうさ、誰がどれでっていうのがもう追っつかなくなるじゃん、うん、人間関係が。 そうですね。うん、三国志ってちょうどそれがコンパクト。数え方にもよるんだけれども、うん、あの大体80年ぐらい。だから2、うんうん、2> 3世代で終わっていくから、一つの物語。うん、まあ、あのどんなに長く見ても100年。でも、一番面白い時期っていうのが、そのコアになる部分っていうのが、まあ、大体50年ぐらい。 っていうふうに考えると一世代二世代分の人間関係、うん、でも3カ国あるからどこかに自分の推しが見つかるっていうねこ、うん、ういうのが三国時代の魅力なわけですよ。そっかそっか自分のなんかお気に入りのキャラがあのどこかの国にはいる。そう出てきてね、うん、そのどこかの出てきたその個人がその個人と終わるんじゃなくて誰かと必ず結びついてつながっていくっていう、うん、これがね三国史の面白いところでもあるし、うん、まあ あの三国志さらに何が面白いかっていうと日本の場合やっぱりそこにたくさん、うん、あのコンテンツがね漫画小説ゲームもういろんなところにこう、うん、三国志がモチーフになったりモデルになったりしているからこう三国志を好きになろうと思った時にやっぱいろんな入り口があるっていうのがねこれ非常に素晴らしいところなわけですよ。うん、こてこてにも三国志すごい好きだって上級レベルになっていくと三国時代の 監視。監視も三国時代すごい流行って、あの、面白い監視がいっぱい出てくるんだけれども、その監視を学ぶ、面白いな、こういう時代のこの監視っていうのは、これ上級レベルね。こういうマニアックな楽しみ方もあれば、ゲーム面白いって言って、三国時代、天下統一するぞっていうゲームをやるだけでも楽しめる。これが三国時代の もう,こう上級者者から初心者まででみんんなな楽しめるのが三国志なんですねうん、うん、だからくれぐれもあの歴史が好きだとかっていう時にバウントを取るようなことは絶対にしちゃダメ。<絶対 S 1> こう俺の方が詳しいだ <G> とかね。でソシ、うん、が「三国志知らないことでお前そんなことも知らないの」って諸葛孔明も書けないのバーカバーカみたいなね。<laughs> なこういうのは小学生までそんなことして。<laughs> 小,学小学生まで。小学生まで。小学生までしちゃダメ。うん、しちゃ,ゃダメなんだけど。 あの、結局、みんなが、みんなそれぞれの楽しみ方ができるのが、僕は三国時代の魅力の一つだと思うので、みんなで一緒に楽しんでいくっていうこと。これができる時代、三国時代。なので、ぜひ、皆さん、この三国時代、興味を持った方はですね、入り口は僕は、やっぱまあゲ,ーゲームが好きな人はゲーム。で、本が読める、本が好きだっていう人は、まあ、オーソドックスな、あの、吉川英治さんの三国志 この三国史を読んでもらうと非常に入りやすくて面白いと思うので是非楽しんでもらえればと思いますし漫画がいいなっていう人は今もう横山光輝さんの漫画の絵だとちょっと見づらかったり読みづらいっていうのもあるかもしれないのでまあ面白いっていう意味では「争天航路争天航路って漫画があるのでまあこういうのをね是非見てもらえればと思います。ということで今回は歴史の話というよりかは三国史がどう面白いのか。 っていうこ,とこれをね、語らせていただいた時間を提供させていただきました。えー、皆さんもね、いろんな物語あの、歴史に限らず好きなものあると思います。そういったもの、なんで好きかって言ったら、それが面白いっていうよりかは、やっぱり人の魅力だったりとか、うん、物語の文章が面白いとか、うん、そういったことあると思うので、ぜひ、うんえー、三国志、これで興味を持って、初心者からでいいんです。 ちょっとなんか興味を持ったなっていうことから、うん、みんな最初はね初心者しかねからかに、うん、あの私歴史苦手とかって思わずにちょっと試し試食を、えー、ぜひね仕上がってもらえればと思いますあの横山光輝さんの漫画は60巻くらい確かあったなと思っててで三国志興味あるなって っって思って思たんですけどいきなり60巻手出すのちょっと気が重いなと思ってたんですけど今日の話聞くと本当にいろんな楽しみ方本もあればゲームもあれば、うん、でその時代とか国それぞれによっても全然違うあのエピソードがあると思うと全部一気に楽しむってことを清う,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 うことなく、うん、なんか一部分一部分から楽しんでもいいのかなって思ったんですよね。 で僕もあのえっ、ー、とちょっと興味を持って吉川英治さんの小説をと思ったんですけどたまたまそのえっ、ー、とアマゾンで見てた時の横っちょに吉川英治さんの小説原作の漫画が上下巻二巻であったので、うん、まずは僕はそこから入りましたなのでちょっとそこから<や>あのリトンの教えてくれた三国志の魅力、えー、楽しんでみたいかなというふうに思いました皆さんラジ歴では。 学び直し日本史総復周辺というサブチャンネルを用意しています。こちらは全35エピソードを聞いていただくことによって日本史の流れをつかめちゃう。こういった代物になっています。歴史を学び直したいんだけど、なかなか歴史の本読んでも何言ってるかわからない。頭に入ってこないという方、ぜひこちらを聞いて、えー、日本史を学び直すための第一歩としてもらえたら最高です。 日本史総福周辺サブチャンネルは AppleGoogleSpotify 各プラットフォームで「ラジレキ日本史」と検索していただくとお聞きいただけますまた Twitter でも質問感想などを募集していますのでぜひお便りお寄せください Twitter アカウントは「ラジレキ」で検索してフォローしてくださいそれではラジオ歴史小林本日はこの辺りまでお相手アリートンと粗集でした